マイロやノプルスは、イギリス、ケント出身のジャーナリスト、オルタナウヨクの論客として知られる。かつてアメリカの保守系、ネットメディアであるブライトバートニュースネットワークの、編集者を務めたが、後日の小児性愛用にを示唆する発言により、退職した。ギリシャとアイルランドの血を引く父とユダヤ系、イングランド人の母との間に生まれる。幼い頃に、両親は離婚し、 母とその再婚相手に育てられるが、関係はあまり良くなかったとしている。ヤノプルスは父について恐ろしいと説明している。若い頃は祖母と共に暮らしていた。カトリック教徒でありながら、ゲイでもあり、一般的に米国ではリベラルとされるユダヤ人移民の血を引いていながらもネオナチからも、支持される極右の論客でもあるなど、非常に矛盾に満ちたキャラクターが話題を呼び、 しばしば、オルタナ右翼のアイドル的人物と呼ばれる。2017年3月14日に、サイモンシュスターから数千万円の契約金で買い頃デンジャラスを出版の予定だったが、オンラインインタビューの中での発言、世間は、児童虐待の問題にこだわりすぎだ。大人としての同意の上での関係まで、うるさく取り締まるが問題視され、同年2月20日に、同社から、 出版契約の取り消しが発表された。この発言により、シニアエディターとして活躍していた、ブライトバートニュースネットワークの職も失った。ありがとうございます。